こんにちは。ベルゼブル論争って何なんというテーマですけれども、お聞きになったことありますでしょうかこのベルゼブル論争についてお話しするためにはですね、そのことが書かれているマタイ十二章を開く前に、あちこちの聖書箇所を開きたいと思うんですね。というのは、イエス・キリストという方はですね、ある日突然立ち上がって、 皆さん、私がメシアです。私を信じてください。と言ったわけではない。で、突然立ち上がった、その人を信じた人たちがクリスチャンであるということでもない。突然立ち上がったのではなく、実は何千年も前から旧約聖書の中で神様がメシアを送られる。そしてその方は、このファミリーラインから生まれ、この場所で生まれ、 こういうふうに生まれるという予言が山ほどあったんですね。そのすべての予言に合致する歴史上ただ一人の人物として登場したのであります。ということで少し旧約聖書の見言葉を見てから始めたいんですが、創世紀3章15節、これはアダムとエヴァが罪を犯した直後に神様がサタンに対して宣言した内容なんですが、私は敵意をお前と女の間に。 お前の子孫と女の子孫の間に置く彼はお前の頭を打ちお前は彼のかかとを打つと神様が宣言されたここで彼と言われている方は女の子孫とも呼ばれているつまり女の子孫と呼ばれるメシアを私は送るのだそしてその方はやがてサタンよお前の能天を踏み砕くのだ というふうに神様が宣言されたんですねこの時以来まあ、聖書を読んでいる読者たちはですねえこの女の子孫ってどのファミリーラインから出てくるのかどの場所で生まれるのかっていうことに興味を持つわけですで、実は読者だけでなくてもう一人これに対して多大な興味を示しているのがサタンなんですねつまりその 女の子孫と呼ばれるメシアがどこから生まれてくるのかっていうことを知っているならばそしてそのファミリーラインを知っているならばそのファミリーラインを全滅させてしまえば女の子孫は生まれず私の能天は踏み砕かれないと考えるからです。これがが旧約時代、サタンが必死にななってユダヤ人を全滅させようとした理由なんですね。 しかしそれにもかかわらず神様の計画が上回りイエス・キリストが誕生したというのでありますしかし誕生してもまだ諦められないこの方が救いの御技を成し遂げる前に亡き者としてやろうと考えたサタンは誰を用いたかというとヘロデ大王を用いてあのベツレヘムとその周辺の2歳以下の男の子を皆殺しにせよという命令を出したわけですしかし寸でのところでこの家族はエジプトに逃げたということですね とということでまずここでは「女の子孫」としか書かれていないんですが誰の子孫として生まれるのだろうか創世紀の12章そしてさらには22章の18節までいきますとああななたたのののの子孫ここってて呼ばれているのはアブラハムのことですで神様は12章でカルデアのウルというところにいた一人の人物を選び彼を通して人類救済計画を成し遂げようと考えたんですね。 このアブラハムに対して神様はあなたの子孫によって地のすべての国々は祝福を受けるようになる全世界の人々がですよあなたが私の声に聞きしたがったからであるというふうに語ったさあここまで来るとなるほどアブラハムの子孫からこのメシアは生まれるのだということが明らかになるわけですねそしてアブラハムの子供はイサク イサクのの子子供ははヤヤコブヤコブブ息子は12人いますじゃあこの12人の中のどの子供の子孫としてこのメシアは生まれるのかっていうことに関心が移るわけですね。そして創世紀の49章の十節までいくと王権はユダを離れず王爵はその足の間を離れないと書かれている。 つまり12人のののの息子の中の4男のユダこのユダの子孫からメシアが生まれるんだっていうことが明らかになったわけです。そそしてさらにののユダの誰だろうかというところまでいくと第一歴代史の17章の11節あなたの引かずが道」ここに出てくる「あなた」というのはダビデ王ですね。ダビデ王はユダ部族の末裔であります。 でこのダビデ王に対して神様が約束をすするんですあなたの引かずが満ちあなたが先祖のもとに行く時私はあなたの息子の中からあなたの後に世継ぎの子を起こし彼の王国を確立させるあダビデの子孫としてこのメシアは生まれるのだということがここで明らかになったゆえにイエス様のことを多くの人々はダビデの子というふうに呼んだわけですね。 このダビデの時代から数えて1,000年後にイエス様は誕生するのですが先ほど「女の子孫」という言葉が用いられていましたこの意味が明らかになるのはイザヤ書の7章14節まさにクリスマスの時に必ず読まれる箇所ですけれども「それゆえ主は自らあなた方に一つの印を与えられる」「みよ処女が身ごもっている」「そして男の子を産みその名をインマヌエルと呼ぶ」 つまりなんで神様はこのメシアを女の子孫と呼んでいたのかというと、女だけから生まれてくる子だからです。皆さんの中で女の子孫いますか。私にはお父さんという存在はいないけれども、生まれてきましたという人がいるでしょうか。私たちはみんな男と女の子孫なんです。でもこの方だけが女の子孫、つまり処女皇旦を通してお生まれになる方だということが、イザヤの7章まで来ると明らかになる。 そしてこれもまたクリスマスに必ず読まれる箇所ですが三箇所の五章二節「ベツレヘムエフラテオあなたはユダの種族の中であまりにも小さいだがあなたから私のためにイスラエルを治める者が出るその出現は昔から永遠の昔から定まっている」つまりこの方の出生地はユダヤのベツレヘムであるということが明らかになる。 まあこれだけ今列挙しましたけどねこれ以外にもたくさんのメシア予言があるんですその全てに合致する方っていうのは歴史上ただ一人しかいないそれはナザレのイエスなんですねですからこの方は突然現れて「私メシアですよ皆さん信じてください」って言ったんじゃないんですこのの土台上上に立ち上がった方なんですですからこういう聖書の言葉を知っている人であれば誰でもああこの方こそメシアなんだということが分かるはずなんですね。 しかしこの前ホテルグランビア大阪でお話ししたようにこの方は誕生した時から拒絶された方その印としてあの海馬桶けに寝かされたんだっていうお話をした通りであります。そしてこの方は交渉外に入りまして今度はいわゆるメシア的奇跡というものを行ったんですね。メシア的奇跡って何かっていうとメシアにしか行うことのできない奇跡のことなんですけれども。 例えばその中でも最たるものとしてサラートっていう病気がありますこの「サラート」っていうのは前の聖書翻訳では「雷病」と訳されたのだけれどもこれは訳として正しくないとこれは差別をもたらす言葉だからやめようということで後で「重い皮膚病」というふうに訳されたけれどもそれでも正しくはない。なぜならば家もサラートになるんですだから人の病気だけではない。 それでもう訳しようがないからヘブル語をそのまま翻訳しようということである時期からサラートっていう言葉が用いられたんですが非常に恐ろしい感染症伝染病なんですねそしてそのサラートが癒された時には祭司に見せてこうこうこうしなさいっていう細かな規定がレビ記の中にあるんですレビ記の中にあるにもかかわらずユダヤ人がこのサラートが癒されたという記録は旧約聖書の中に一つもないんです まあユダヤ人で唯一サラートが癒されたのはモーセのお姉さんのミリアムですけどねそして違法人の中で唯一このタラートが癒されたのはナーマン将軍ですねシリアのナーマン将軍。でもこのレビ記の中にこんなに細かく癒された時にはこうしなさいと書かれているにもかかわらず誰一人癒されてないとするならばこのサラートを癒せるのはメシアしかいないというふうに当時考えられていたわけです。 そしてイエス様が来たらサラーと患者が癒されたわけです。もうこれ見ただけでね、あこの方こそメシアだということがわかるし、生まれつき目の見えない人が癒されるというのもメシア的奇跡でありました。私の友達に眼科医がいるんですけどね、彼女に聞きましたね。生まれつき目の見えない人が見えるようになるってことは医学的にありえないと。もうそもそも視神経の問題から言ってですね、 あの見たことがない人が見えるようになるってうことはありえないだからありえないことができるのはメシアしかいないわけですよだからイエス様が生まれつき目の見えない人の目を癒したということはすなわちこの方こそメシアだそういうふうにわかるんですねそして交渉外の最後の方で何をしたかっていうとラザロの蘇生ですイエス様は交渉外の中で三人生き返らせてますけども街道管理者ヤイロの一人娘は死んですぐですね そしてナインという町のヤモメの息子は墓場に連れて行く最中ですよね。でもラザロは死んで4日経ってしかもイエス様のもとにはもっと早くラザロが病気だから来てくださいって言ってるのになんかイエス様知らないけどチンタラチンン来るわけですよ。本当に愛してんの愛してんならすぐ来てくれるんじゃないのって思ってじゃあそろそろ行こうかみたいな感じでゆっくり歩いていってそしたらもう死んで4日経ってたってことです。 なんでそんなふうにゆっくり来たんですかっていうとユダヤ人の中で人は死んでも3日間はもしかしたら魂がもう一度その体に戻るかもしれないしかし4日目になったら絶対戻らないもし4日目以降にその人を生き返らすことができる人がいるとするならばその人こそメシアだというふうにみんな思ってたわけですよですからラザロっていう人はすごく役得ですねあの人はね。もうそこににいるるだけでね証になるの 普通私たちは証しするって言うとね何かいい行いでもして親切な行いでもしてね神の栄光を表そうと思うでしょでもラザロはねもうそこにいるだけでねあラザロがいるってことはイエス様はメシアだねっていうふうにもうラザロの存在そのものがメシア的奇跡であるということなんですけどねだからイエス様の敵はイエス様を殺すだけでなくてラザロも殺してしまえとあれがいるとイエスがメシアだという証拠になってしまうというふうに考えた者たちもいるぐらいですよということで ちゃんとした公平なな考え方方をするならばここの方こそメシアだっていうことがわかるんですそれは誰の目にも明らかだし特にその役割を担っていたのはイスラエルの宗教指導者たたちだったんですよ彼らはそれだけ御言葉を一生懸命勉強してたわけなんだから「ああこの方がメシアです皆さん聞いてくださいこの方がメシアですよ皆さん信じてください」と言ってあげるべき存在が <laughs> 宗教指導者だったんですね。ということで数々のメシアの予言があり その中から「あ,あやがて来るメシアってこういう方だよね」っていうイメージがですねあるんですね。でその旧約予言のメシアのイメージっていうのは2つあるんだけども1つ目がが苦難のしもべっていうイメージがあるわけです特に「イザヤ書53章」なんかを見るとこの方は「苦難のしもべとなる」ということが書かれていて「えー、メシアって苦しむんだ」。 苦難のしもべとなるんだということがそこからわかるんですけれどももう一つのイメージは栄光の王っていうイメージがあるんです困るのはこれが愛に対する概念だからですよ栄光の王なのに苦難のしもべ苦難のしもべなのに栄光の王どっちなんだいってことだねでもイエス様は両方のイメージを持った方なんですでこうなってくると人間っていうのはどうしても自分ならどっちの方が好きかっていう話になってくるわけです 聖書を読むときにねこの箇所はまあ耳に痛いから読まんどこうとあ,あこの箇所は私大好きっていうふうになりやすいですね私たちはねユダヤ人はどっちがが好好ききだと思いますか当然栄光の方が好きなんですよちなみに言っときますけどクリスチャンどっちのイメージが好きかっていうとね苦難のしもべのイメージが好きなのね私の罪の代わりに十字架にかかってくださったお方っていう感じでね もうこっちが大好きなんだけどもこれはバランスよく両方私たちは信じなければならない特にユダヤ人の中でこの栄光の王が大好きっていうのは栄光の王という言葉を通して何を思い出すかってダビを思い出すわけですよ。ダビデソロモンの時代がイスラエルの黄金時代ですからねだからあのダビデの時のように敵をやっつけてくれる力強いメシアいわゆる政治的メシア特に今この時代2,000年前っていうのはどういう時代ですか ローマ帝国に蹂躙されていた時代でしょうこのイスラエルという神の国があのバビロン保守以降ですよ。ようやくバビロン保守から帰ってこれたとしても今度はメドペルシャのもとに蹂躙されようやくメドペルシャが滅びたと思ったら今度はギリシャのもとに蹂躙されようやくギリシャが滅びたと思ったら今度はローマ帝国のもとに踏みにじられということがもう何百年と続いてるんですよ。ああここにメシアがやってきたらあの憎たらしいローマ帝国をやっつけてくれて。 ついにイスラエルを独立国家にしてくれるメシアが来るはずだというふうに栄光の王を期待してたんですね。ところがイエス様はいつまでたってもローマを転覆しようなんて言うとは全然見えないんですだってイエス様はローマを転覆させるために来たんじゃなくて全人類を救うために来たわけだからユダヤ人にとっては面白くない物足りないということなんですね。ところが旧約時代のの預言者っていうのは、 メシアが来たら当然受け入れるはずのユダヤ人は、ああ、この方がメシアだと受け入れ、そしてメシアが来てユダヤ人がメシアを受け入れたらそこにメシア的王国が誕生するっていうのが、旧約予言の予言者たちが皆思っていたことなんです。まさかよもや、このメシアという方が2回来るなどということを知っていた予言者は一人もいなかったんですね。ところが、すんなりと信じないの。 このイエスがメシアだということ。そこで調査隊を送るんですよ。イエス様はガリラヤ湖畔の北にあるカペナウムっていうところを拠点にしてたでしょ。そこにわざわざエルサレムから調査隊を派遣するんです。ですから例えばマタイの九章見ますとね、これ観察段階ですけども、中部の人の癒しの記事が出てきますね。これマルコだったら二章、マタイの九章有名でしょう。イエス様のところに。 4人の人が友達が中部なので単価に担いで連れてきたら入れないから屋根を破ったっていう話ですよ。で彼らはこの人を癒してほしいと思って屋根から吊り下げたんです。でもその時にイエス様は何て言ったか「すると見よ人々が中部の人を床に寝かせたまま身元に運んできた」イエスは彼らの信仰を見て中部の人に「声よしっかりしなさいあなたの罪は許された」と言われた。 いやそうじゃないんです私がわざわざ私たちがわざわざ彼をここに連れてきたのは罪が許されるためでなくて彼の中部が癒されるようになることを願って連れてきてんだからあなたの罪は許されたじゃなくてあなたの中部は癒されたって言ってほしいと思ってるんだけどもイエス様がまず問題にしたたたののののは罪しししだっっんんそそ次にその癒しが起こったんですねしかし罪は許されましたってここで受け身で言ってんだけども罪の許しってのは誰にしかできない行為ですか 神にしかできない行為なんだよ。この神にしかできない行為をなんでこの方はそんなふうに宣言する権威があるっていうのあなた自分のこと神だとでも思ってんのっていうふうにそこに来ていた立法学者たちが腹立てたわけです。でもその時にはおかしいじゃないかって言わないの。心の中でこの人は神を冒涜していると言った。考えただけなんです。でもイエス様は見抜いたんです。なんでそんなことを考えるの この人に「あなたの罪は許された」っていうのと「起きて床を取り上げて歩きなさい」っていうのとどっちが簡単かっていうふうにおっしゃってそして「床を取り上げて歩きなさい」と言ったら彼が歩いたすなわちそのことを通して本当にこの人の罪の許しということも行われたつまり私は神なんだっていうことをイエス様は証明されたのだけれどもこの時に派遣されたメシア調査隊は観察しかしかてないんです。これは観察段階なのまだ質問するなと。 で観察したものをエルサレムに持ち帰ってそして本当にその人がメシアである可能性が高くなればもう一回派遣するんですで今度は質問してよろしいと神問段階っていうのに入るんですですから今度彼らが来た時はどうなったかっていうとマタイの9章11節これマタイという主税人がイエス様を信じて救われた時に自分の家で会心疲労パーティーをしたんですね だらそこに修税人の仲間や遊女たちが集まってきて一緒にご飯食べてるから「なんだイエスってこんな汚れた連中とご飯食べるのか」ということでこれを見たパリサイ人たちは弟子たちに「なぜあなた方の先生は修税人たちや罪人たちと一緒に食事をするのですか?」と言った今回は質問してますね。なぜ観察段段段階階階終わっっったたたからででですすす聞にに入入んん第そそしてての答えを聞いて さらに持ち帰りますそして次は結論が出るんですねですから観察段階審問段階結論と来るわけなんだけども彼らがどういう結論を下したかということがマタイの12章に出てきてその論争をベルルゼブル論争というわけなんですねではその部分を見てみたいと思いますがマタイの12章の22節からその時悪霊につかれて目が見えず 口も聞けない人が連れて来られてらたイエスが癒されたのでその人は物を言い目も見えるようになったなぜこのことがここで書かれているのかっていうと実はこれもまたメシア的奇跡の一つなんですここでイエス様は悪霊を追い出すんだけども実は悪霊の追い出しっていうのはユダヤ人の中でも行われていたものなんですただ彼らは悪霊を追い出す時に一つの方法があったんですね。 それは悪霊につかれた人に向かってお前の名前は何だって聞くんですそしたら何とかの悪霊だって答える何とかの悪霊この人から出て行けと言って追い出すのが彼らのやり方だったで,でもこの人の場合は悪霊につかれて口が聞けないんでしょつまりお前の名前は何だと言っても喋れないんですつまり特定できないんですそういう場合どうするんですかラビ先生いやそういう場合はね追い出せないんだよ じゃあそういう人からも追い出せる人がもしいたとすればその人は誰ですかそれこそメシアだよ。できないことができるんだからそれこそメシアだよ。つまりここでイエス様が悪霊につかれて口の聞けない人から悪霊を追い出したということはいつもそれまで聞いていた内容からするとあこの方こそメシアなんじゃないっていうふうに分かる内容なんです。だから23節で「群衆は皆驚いていった」。 っったたののは宗教指導者じゃない一般の群衆ででですす彼らでも分かったんですだからもしかするとこの人がダビデの子なのではないだろうかって言ったの。ダビデの子ってどういう意味さっき言いましたねダビデ契約を通してあなたの子孫からメシアが生まれるんだって神様約束したそれをユダヤ人はみんな知ってるからこの人メシアじゃないかなと思ったらダビデの子って言ったんですだからダビデの子イコールメシアです。あということはこの方メシアなんじゃないんですか先生たち。 と聞いたらこれを聞いたパリサイ人たちは言ったこの人が悪霊どもを追い出しているのはただ悪霊どもの頭ベルゼブルによることだって答えたこの言葉からベルゼブル論争というわけなんですねつまり彼らは「違う彼はメシアじゃない」って言ったわけでも群衆は聞くよねえだってメシアにしか起こせない奇跡を行ってますけどメシア的奇跡を行ってますけどどうしてですかって私たち見たんですよそのメシア的奇跡。 だからそれは、ね、認めざるを得ないのもうみんな見てるからね確かに彼はやったでもそれはどの力を使ってやったのかというと神の力ではないんだじゃあ何の力でやったんですか悪霊どもの親分サタンの力を使って彼は悪霊を追い出しているのだというまさにこういうなんて言うんですかこの悪霊どもの親分のことを別名ベルゼブルというのでベルゼブル論争というわけですね。 つまり彼は悪霊どもの親分の力を使ってこの人から悪霊を追い出したということを彼らが主張したこれはね大変な罪なんですよ。つまり宗教指導者たちが自分たちがイエスを信じなかったというだけではなくて彼らこそがイスラエルの民全体に対して正しいメシアを指し示してあげるべき存在なんでしょ。うその指し示してあげるべき存在があんなのメシアじゃないと。 悪霊のの親分の力ででやっっているんんだとと言ったことなんですねで。しかもこの「ベルゼブル論争」という文脈の中で多くの人が気になってしょうがないあのワードが出てくるんですよ。どういうワード精霊を冒涜する罪とかね許されない罪とかね その言葉だけが一人歩きして私の犯してしまった罪ってもしかしたら精霊を冒涜する罪ではないでしょうかそれは許されない罪と書かれているということは私は福音を信じて救われたんだけども私の救いは取り除けられてしまうのでしょうか私は天国に行けないのでしょうかっていうふうに心配になる人たちがいたのでそのことで2本の動画を作ってあげたわけですねそのワードが出てくるのは今いいですか12章の24でしょ。 この文脈の中で12章の31からイエス様がこうおっしゃる。ですから私はあなた方に言います。人はどんな罪も冒涜も許していただけますが、見た目に対する冒涜は許されません。また人の子に逆らう言葉を口にするものでも許されます。しかし聖霊に逆らうことを言うものは、この世でも次に来る世でも許されません。恐ろしいですね。震えませんか。 しかもこれだけ読むとイエス様に逆らう言葉はいいけど精霊に逆らう言葉は悪いとえ精霊ってイエス様よりもっと上なんだとか <laughs> いろいろわけのわからない誤解が発生するような言葉ですよね。でここで言われている「御霊に対する冒涜罪」または「許されない罪」とは何なのかここだけが一人歩きしちゃうとすっごく危険な言葉なんですね。こここののの言葉がこの文脈の中で出てくるとという言葉ことは この言葉が意味しているのは何なのかっていうと今このベルゼブルの力によって彼は悪霊を追い出したのだといった宗教指導者たちの罪です。つまり彼らこそ教えてあげるべき存在なのに自分自身が惑わされたというだけではなくてイスラエルの民全体を惑わす罪を犯したこれを精霊を冒涜する罪といい。 これれを許されない罪と言うんですねそしてラビコンプレックスに陥っていた先生たちの言うことをそのまま鵜呑みにする当時のユダヤ人たちの大半は「そうなんだ先生たちが言うんだからそうなんだろうね」あ「ああじゃあイエスはメシアじゃないんだ」ということでオフィシャルにイエス様のメシア性を否定した出来事なんです。個人的に 私は彼をメシアだと認めないっていう人がいるかどうかっていうレベルの話じゃないんですイエス様を受け入れるべきイスラエルという民族イスラエルという国家全体が決断を下したその出来事なんですね。ですから精霊に対する冒涜許されない罪これを彼らが犯した時点でイスラエルは超えてはならない一線を越えちゃった これを回帰不能点を超えるって恐ろしい言葉ですねまたね回帰不能点もう元に戻れないもう超えちゃいけない一線を超えたということですその何ですか超えちゃいけない一線を超えたら何が起きるんですかそれが40年後のイスラエルに対する裁きが確定した瞬間なんです今紀元30年の話を私はしています40年後っては紀元70年なんです その時にローマ軍がやってきてエルサレム神殿が破壊されたばかりか100万ものユダヤ人が殺されて残った10万人ぐらいのユダヤ人は世界中に奴隷として売り飛ばされたその時以来皆さんご存知のようにユダヤ人は祖国を失った流浪の民として千何百年もですねどこに行っても嫌われるそういう民族として歩いていくということが確定してしまった瞬間がこの時なんです。 でイスラエルがこの回帰不能点を超えるっていうのはここが初めてじゃないんです、ね、イスラエルは歴史的に合計3回回帰不能点を超えております1回目はどこかっていうと民数記の13、14章に登場するカデシュ・バルネア事件ですねエジプトを脱出した後にシナイザンで約1年間訓練を受けていざ出発という時に彼らは神様に対する不信仰に陥り もうすぐ約束の地に着くはずだったにもかかわらず40年間もあっちこっちをさまよったその時彼らがロスした年数は40年間なのあれも一つの回帰不能点を超えた出来事でありましたじゃあ2回目の回帰不能点を超えた出来事は何かといえばバビロン保守であります神様は何人もの預言者を送ってこのままあなた方が偶像礼拝の罪を犯し続けたら このイスラエル滅びるよっていうふうに警告しているにもかかわらず「そんなことあるかい?」ってタをくくって我々は神の国だ神の神殿があるんだどこが滅ぼせるというふうに高慢になったんですね。でついにバビロンによって滅ぼされ補修とされたこの時に失った年数は70年。しかしイスラエルの歴史の中で最も大きな回帰不能点は何かというとせっかく神様がお送りくださった救い主を こんなのメシアじゃないとと言って拒否したことメシアの拒絶であります紀元70年に祖国を失ってイスラエルが再建したのは1948年5月14日ですね。ということは何年失ったんですか1878年間失うっていうのは大変なことですね。 そしてて私たちは誰でもユダヤ人って不思議な民族だよねあんなに頭がよくて世界人口の0.2%しかいないにもかかわらずノーベル賞受賞者の20%から30%はユダヤ人だっていうしそんなに優秀なのに国がなくてあっち行ってもこっち行っても嫌われてお前出てけって言われてなんでこんな不思議な民族がいるのっていうふうに思う人たちが多いと思うんだけどもそのイスラエルの苦難の歴史を決定付けた罪がベルゼブル論争なのであります。 だから先ほど申し上げたように旧約聖書の預言者たちはみんなメメシシアアがが来たらそこでメシア的王国が受立されると思ってたんです。ところがメシアを受け入れるべきユダヤ人が拒絶したゆえにメシア的王国の受立は大きく後回しになったんです。神様はメシア的王国を作るっておっしゃったんだから神様のおっしゃったことは必ず成就するのでああユダヤ人が受け入れなかったからメシア的王国の話はなしねって言ったんじゃない遅れるんです。 大きく遅れるんですでもします神様は約束したからね。で本来ここで始まるはずのメシア的王国が大きく遅れたじゃあここにぽっかり空いたこの空洞の何千年間まあ今のところ約2,000年間ですけどもそこにどういう時代が入るんですかって言ったら教会時代ととといいううものが入るんだということで,す、ね、ですからそれが決定したマタイの12章。 これを境目として13章からイエス様の働きはずいぶん変わってくるんですで、この教会時代というものが来るということはね、旧約聖書の予言者誰も知らないんですだから教会のことを奥義って言うんですね奥義って何ですか隠されていたんです隠されていたけどもついにそのベールが取られた人類史上最初に教会という言葉を使ったのは誰だと思いますか もちろんイエス様ですねマタイの16章の18節私はこの岩の上に私の教会を建てます」「黄泉の門もそれに打ち勝つことはできません」と言ってね「教会を建てるということこれは英語では「I will build my church on this rock」とおっしゃってる「will」がついてるからこれを語った時点でまだ教会ないんですよ。マタイ16章の時点で教会がないんです。これを語った約 8ヶ月後ぐらいに、ね、にペンテテコステの日曜日曜教会が誕生すするんです、ね、だからこのまますぐにメシア的王国が始まらないでメシア的王国は大きく先延ばしになってその間教会時代という長い時代が始まるということが分かった時にイエス様の働き方が変わったんです。 それまでのイエス様の働き方、マタイ十二章までは大衆伝道中心なんですね。だから、山上の水君とかにあるように、何千人という人たちの前で、イエス様はメッセージをしていたんだ。けれども、十二章が終わって、十三章に入って以降ですね。大衆伝道から何にギアチェンジをしたのかというと、弟子訓練にギアチェンジをしたんですね。なぜかというと、イエス様はもうすぐ、私は十字架にかかって。 埋葬されて復活しかしその残された弟子たちがこの福音を伝えるのだということが明らかになったゆえに私がいなくても絶対に信仰を捨てずこの福音を述べ伝え続けてくれる弟子の訓練というものが急務になったわけです。 ここでいくら1万2万の人たちに福音を伝えたそして彼らが信じると言ったとしても結局私が天に帰った時にみんな雲の子散らすようにいなくなっちゃったら誰も福音を伝える人はいないわけですね。そういう中でも福音を伝え続けてくれる存在が必要だっていうふうにお考えになったからこの方は大衆伝道から弟子訓練にギアチェンジしたんですそうすると今度はね話し方まで変わったんです。 どういうふうに変わったかっていうと、マタイの十三章を見たら、一目瞭然ですよね。どういう話し方になってますか？例え話のオンパレードですよ。マタイ十三章だけで、例え話八つぐらい出てきますよね。なんで急にイエス様、例え話使うようになったの？例え話って聞いてて楽しいよね。へー、そうなんだ。昔々あるところにおじいさんとおばあさんがいました。へー。 なんで楽しいかってなんで楽しく聴けるかってあ僕には関係ないなってねお説教じゃないんだなってねえー、それからどうなったのなんて聞いてるうちに感情移入してそれはちょっと困るでしょうとかいやいやもっとやれもっとやれとかっていうような感じになるのが例え話なんですけれどももう一つの例え話の性質っていうのはねそうやっていい加減に聞いてると全く分かんないんですよ聞いてても分かんないんですよだからイエス様が例え話の中に何て言うの聞く耳のあるものは聞けてたの。 聞聞く耳ありまますすよ聞こえてますよそんな大きなことを言わなくていや聞く耳あるんじゃないそれをねあなたがきちっと受け取ることのできる人は聞きなさいとだから大半の人たちはまあ何か面白い話が何言ってるのかさっぱり分かんなかったねっていうところなんですでも真剣に真理を求める人だけわかるその例え話の中の基本になるのが先ほど申し上げた4つの土地の例えなんだ。つまり種がまかれて ある種は道端にまかれ、ある種は岩地にまかれ、ある種は茨の地にまかれ、ある種は良い地にまかれる。まあわかるよね、それはね。種の話、農業の話とすればわかるんだけども、それが何を意味するのかっていうことは、真剣に真理を求める人にしかわからないということですね。つまりこれからの時代というのは、ひたすら神の種をまく時代なんだと。 福音を伝える時代なんだとそして一人でも多くの人が救われてやがてイエス様が帰った時に始まるこのメシア的王国に一人でも多くの人が入れるようにするための時代なのだということをイエス様が教えてくださったそしてこの教会時代が終わった時にイエス様は再び帰ってくる何のためにメシア的王国を樹立するためだって神様メシア的王国作るって言ったんだもん神様が言ったんだから約束守りますよね ということで、ここまで私たちは学んでくると、先ほど申し上げた旧約預言のメシアの2つのイメージ、なんであの2つだったかっていうのが分かってきますね。1つ目の苦難の下辺、これは初臨のイエスなんだと。1回目に来られた時のイエスなんだと。ということは、栄光の王は再臨のイエスなのだと。 あそういうことだったのかということを私たちは今知ることができるのであります。ということでベルゼブル論争っていうのはイスラエルの「とんんででもなない失敗の用語なんです、ね、あ,あイスラエルってそんな失敗したんだ」。 もう神様から言葉が預けられていて神様から約束を受け取っていた張本人であるにもかかわらず神様がせっかく送ってくださったメシアを拒絶したんだとんでもない失敗をしたんだということを考えた時にこのイスラエルは捨てられたんだというふうに取る神学者キリスト教会がたくさんあったわけですね。 でそういう神学のことを置換神学というわけです。痴漢というのは置き換えと書きますね。英語で言った方がわかりやすい replacement theology と言うんですが、何と何を置き換えたのかっていうと、イスラエルを神様が選んで持ちようとしたけども、イスラエルはこんな大きな失敗したから、もうお前ら使えねえわって言ってイスラエルを捨てて、その代わりに採用したのが教会であると。 いう考え方ですだからこれから皆さん聖書を読んで「イスラエル」って出てきたら「教会」と置き換えて読んでください「紙篇の中にイスラエルの祝福のために祈れ」「エルサレムの平和のために祈れ」というのが出てきたら「教会の祝福のために祈れ」と読み替えてくださいねっていうことまあ無理もないですよね。今私たちの世界地図にはイスラエルって国があるから「あ,あイスラエルの平和のために祈るのかな」って思うけども100年前のクリスチャンどうですか イイススララルルのの平和たためにに乗れてたって世界地図にイスラルないんですよどうやって祈るのとっていうふうに考えた時にそういうふうに思いたくなる気持ちもわからなくはないんだけどもこの痴漢神学というものがものすごく悲惨な結果をもたらしたわけです。じゃあこの痴漢神学は間違いなんですか間違いだっていうなら「御言葉の根拠を示してください」。根拠ありますすローマの11章1節ですね パウロは聞いてますよそれでは尋ねますが神はご自分の民を退けられたのでしょうかご自分の民を捨てたのでしょうかお前ら使えねえわって言って捨てたのでしょうか決してそんなことはありませんって言ってるこの私もイスラエル人でアブラハムの子孫ベニヤ民族の出身ですというふうにパウロは声を大にして語っている痴漢神学の学者に聞きたいねあなたはこのローマ11章一節をどう解釈するんですかどう解釈したらそのような神学が生まれるんですかって聞きたいね僕はね だってパウロは明確にこう言っている。つまりユダヤ人の果たした役割大きかったね。この聖書を書き記し、それを保ち、私たちにもたらし、そしてメシアを生み出し、最初の12人ともみんなユダヤ人、パウロもユダヤ人、最初に洗礼を受けた初代教会の3000人はみんなユダヤ人、このユダヤ人から始まって私たちはそれを受け取らせていただいているものであって、そして パウロもまたユダヤ人としてててこののように用いいられている。神ははユダヤ人を捨てたのではない。もしですよ神はユダヤ人を選んでおいてお前ら使えねえわって捨てたとするならばですよ先ほどの第1セッションの話題に戻りますけども私たちを救ったけどもやっぱりお前使えねえねえやって言って捨てるって言ったら危ないです僕らね相当ね。 僕ららも捨てられるのかなとだから捨てられるんじゃないかって心配する人が多いわけですだからイスラエルは私たちのことを考えるための一つのモデルになってるのここまで失敗したイスラエルを捨てなかったっていうことは私たちが失敗したからといって私たちをお捨てになる方ではないということにもつながってくるわけですね。もちろんユダヤ人は民族的にイエス様を拒絶したんだけども個人的な救いはなされました。 そそししててのののたための猶予として与えられたのが40年間だっただってベルゼブル論争30年で裁きが下ったのは70年だから40年あったんですよあの40年間は民族的にはイエス様を拒否したんだけども個々人で信じる人はいたんです救われる人はいたんです40年じゃ短すぎますか神様40年じゃ短いでしょう50年与えてくんなきゃって言いますかね40年間信じなかったら一生信じませんよこれはそこまでイエス様のことをはっきり分かっていて信じなかったらですね ということで、個人的な救いは行われていたんですけれども、あの時イスラエルは民族的にイエス様を拒絶したのだから、この民は民族的にイエス様を受け入れる時が来なければならないんです。つまり、イスラエルは捨てられていない。まだ使命が残っているんです。特に、教会が撤挙された後、教会が撤挙された後にどういう時代が来るの大観難時代が来る。 そしてその時にたくさんの人が救われるって目白く見るとわかるんです。えクリスチャン一人もいないのに誰が伝道して人が救われるの。黙示録の7章を見ると14万4千人のユダヤ人が選ばれて彼らが世界宣教をするゆえに大観難時代は非常に恐ろしい時代ではあるけれどもしかし多くの人々が救われるんだということですね。つまり教会がなくなった後にもう一度大変大きな使命が与えられるのがイスラエルなんです。 そそしてそのの年間の大観難時代、これをエレミアの30章7節では「ヤコブには苦難の時災いだ実にその日は大いなる日比べようもない日それはヤコブには苦難の時だが彼はそこから救われる」というふうに予言されているつまり大観覧時代というのは不信仰に対する裁きなんです。 神様がせっっっっかかく送ってく送てださたたメシアを信じななとということに対する裁きなんです。るんで皆さんは信じたんでしょということはその不信仰に対する裁きをあなたは受け取る必要がないからその大観難時代が始まる前に撤去されるということなんですね。最後に非常に重要な使命が残されていると言いましたけれどもそれはどのような使命なのでしょうか。それをイエス様が「マタイの23章」の最後で語ってくださいました。 マタイ23章っていうのはね、パリサイ人と立法学者たちに対するものすごい強烈な球団ですよ災いだパリサイ人と立法学者っていう風にイエス様は一生全部使って語ってるんだけどもでも一番最後に希望の言葉を語っているんですね37節エルサレムエルサレムこれはユダヤ人と置き換えてもいいでしょう預言者たちを殺し自分に使わされた人たちを石で打つものよ 私は何度面取りがヒナを翼の下に集めるようにお前のコラを集めようとしたことか。それなのにお前たちはそれを望まなかった。イエス様はこの地上に来られて何とか一人でもこのヒナが漏れることがないように私の翼の下に入れようと一生懸命したけども嫌だ嫌だ。あなたの翼の下に何か入りたくないと言って拒絶した。その結果どうなんの ?38 節。見よう。お前たちの家は荒れ果てたまま見捨てられる。 家というのは普通の家とも考えられるここは定冠士がついているわけですから神殿のことでしょうねつまりイエス様は40年後のことを予言したんです40年後あなた方の家である神殿は破壊されそれが破壊されたままでずっと続くよって今神殿再建されましたまだですよねエルサレムのあのランドマークといえばあの黄金のドームまたは岩のドームといわれるあれイスラムの記念堂ですからね 本来ユダヤ人にとって最も聖なる地にああいうものが建ってるってことはユダヤ人にとっては非常に大きな屈辱なんですよ。これじゃないよここに神殿が建つはずだと思ってるけども建てられないだから今もまだイスラエルという国は再建されたけどもまままだ荒れ果てた状態のままなんですよねしかし最後に何と書いてます私はお前たちに言う 今から後祝福あれ主の皆によって来られる方にとお前たちが言う時が来るまで決してお前たちが私を見ることはないちょっと複雑な表現が使われてるけども分かりますかその時まで見ないってことはどういうことその時が来たら見るってことだよね見るってどういうことユダヤ人が私イエスを見る迎えるつまりその時に私は再臨するんだということなんですどの時 あなた方が私に向かって祝福あれ主の皆によって来られる方にこれメッシアを受け入れる時の言葉なんです。詩編の118編にあるんですがねそういうふうに言った時に私を見るということはあなた方が民族的にそう言ったら私は帰ってくるよあの十二章で民族的に私を屈絶したあなた方が民族的に「あああの時神様がお送りくださったナザレのイエスこそメシアだったんだ」。 そのメシアを私たちはなんと拒絶したばかりか十字架にまでつけてしまったということに彼らの目が開かれて許してくださいイエス様あなたこそメシアであると信じますと今度は個々人ではなくて民族レベルでこの大観難時代の最後まで生き残ったユダヤ人たちが民族レベルでこの告白をした時に私は帰ってきますよつまりユダヤ人の使命は残ってるのどんな使命キリストの再臨の引き金と 引き金ととなるいいう、ね、そういうねそ使命ですこれ重要な使命が残っているだから彼らは捨てられてしまったのではないということです。イスラエルはベルゼベル論争を通して不能点を超えましたそれゆえにこれだけの長い期間苦難の歴史を歩んだしかし捨てられているのではないまだ大切な使命が残っているということですね。 ではまとめたいと思いますが今日ベルゼブル論争という言葉を学んだわけですがねあ,あイスラエルの話か私と関係ないなというふうに思われるかもしれないけどもこれを私たち違法人クリスチャンはどのように適用することができるのか3ポイントの適用を持って終わりたいと思いますけども第1ポイント最も恐ろしい罪って何なのかっていうと神の恵みを拒絶することなんだなっていうこと。 これを私たたちはままず受け取りいいと思います。最も恐ろしい罪はあの犯罪を犯すことかこの犯罪を犯すことかっていうふうに私たちは普通考えがちですよね。ここんなとかねそれは最もひどい罪だと思うでしょ。でも神様の目から見て最も恐ろしい罪って何かっていうと。 エペソ2章8節でやったけども神様があなたを救うよって差し伸ばしている恵みの御手を「そんなもんいらん」と言って払いのけることほど恐ろしい罪はないということです。彼らはそれをしたんです。イエス様が来てくださったんそんなもんいらんと言って払いのけた結果どういう歴史を歩んだのかっていうことを考えると神の恵みを拒絶するほど恐ろしいい罪はないんだベルゼブル論争はユダヤ人が自分の身に招いた怪奇不能点でしたけども。 でもも私たち一人一人人にも回帰不能点ってあり得ますねつまりあなたがイエス様を信じないまま死を迎えるってことはねこれは永遠の回帰不能点ですそれがどれほど恐ろしいことかっていうことについて私たちは考えさせられます。2番目私たちが受け取るべきことはなぜキリストは2回来られる必要があるのかっていうことが分かりましたね。なるほどそういういことか 本来あの時に実現したはずのメシア的王国を実現するためにイエス様はもう一度来てくださるんだそれはイスラエルの失敗のゆえだと本当に悪いことしたなイスラエルはって思うかもしれないでもどうですか皆さんあの時イスラエルがメシアを拒絶したことによって福音は私たち違法人に来たんですよそしてあそこからヨーロッパへアメリカへ 今アジアへ世界一周して私たちは福音を聞き信じ救われることができたんです神様はあのイスラエルの民のあの大きなこれ以上ないと思うような大失敗さえもご自分のご計画のために用いてくださっているということですよねまあこれを考えるときに私たち本当に神様の偉大な主権の前に震えおののくような気がいたします三番目の適用は聖霊を冒涜する罪 許されない罪というものは信仰によって救われた人には適用されないということですご安心ください皆さんあなたは聖霊を冒涜する罪は犯せません許せな許されない罪は犯せませんそれであるにもかかわらずある教会の牧師たちはあなたがその教会から絶対に去らないように兄弟姉妹あなたの犯した罪は聖霊を冒涜する罪ではありませんかとかって言われると震えをののきますね、ええ そうなんですか先生せっかく私、福音を信じて救われたのにこの福音が救いが取り除けられるのかもしれないんですがじゃあどうしたらいいんですか一生、この教会から離れないで身を粉にして奉仕をしなさいそうすれば神様もお考えを変えてくれるかもしれませんなんていう言葉に惑わされてはいけないのであります。誰ががとといいううかかかじゃなな聖書でですすよそれはあののの時代の宗教指導者にしか犯せない罪だったのですね 今日のテーマはそこです福音を信じて救われた人の救いは取り除けられないのであります。ということで今日はこの一つのベルズベル論争ということについて学んだんだけどもそのことを通してああイエス様って旧約時代から予言されていたんだどうしてイエス様って再臨する必要があるのか再臨したら何するのかっていうことが聖書の全体像が見えてくるね。 この聖書の全体像が見えてくるためのキーワードとなるのがベルゼブル論争。そしてイスラエルの罪が民が犯したあの最大の罪さえも違法人に福音が述べ伝えられるために用いたという神様のご計画を見るときに私たちはただただ神様のご計画の前にひれ伏さずにはいられないお祈りをいたします天皇お父様全てのことがあなたから出て ああああなななたたたたににによってて保たれれ至りりまますすだから全ての栄光はあなたにされるべきであります天皇お父様あなたは私たち人類が犯し得る最大の罪つまりあなたの独り子を十字架につけるという罪を通して逆に私たちを救おうとご計画なさいましたまたイスラエルが犯し得る最大の罪このベルゼベル論争を通して違法人に福音を伝えるということを成し遂げてくださいました。 なんという偉大なご計画でありましょうかあなたの主権の前に誰が反対し反抗することができましょうか私たちはただただあなたの栄光の前にひれ伏すのみでありますどうか私たちがあなたの主権に従って私たちに与えられている責任を果たしていくそしてその結果私が成したとは到底言えないような 素晴らしい神様の御業に参をしていく者たちとして私たちを用いてくださいますようにお願いをいたしますイエス・キリストの尊いお名前によって感謝してお祈りいたしますアーメン